おはようございます。スティーム版ティネジアパート8。これラスボスかな？ちょっとわからへんけど、行ってみるか。ドゥーン。あ、経験値ですか。どうすればよかったか。使っといてよかったのかな。え？誰やこれ。これ知ってる人かな？お、同じ、スケアクロー、スケアクローってのかな？え？やばい。いや、いやーきついな。なんで俺は自分戦ってね。いや、弾出ねえ。どういうこと？ちょっと意味が分からへんけど。ちょっと。ここやな。いろんなパターンで来るからしっかり見極めて。あ、いた、ちょっと。アンジュは何を見た？何を信じる？タイミングやな。ここやね。弓矢のタイミングがいまいちわからん。やべ。おう！ちば。HP。
し。やば。こう、羽で、しっかり弾けたらいい。今でよかった。これよな、爪は2回か。あ、ちょっと伸びたな。やばい。今のいい。これをやべ。いやー、これ当たるか。いいね。しっかり。ここやばい。いやー、タイミングタイミング。やばい、やばい、やばい。うい。ここやな。いやー、厳しいな、でも。ここか。これ厳しかったね。今回復のタイミング。ちょっと待った、まず回収。ダメージ受けんようになるべく。いや、今のいいね。やば。いや、今のいいな。やば。おっと、
これ良くない。良くないけどしょうがないっちゃしょうがないっつうか。やり。相手の剣を見ればやばい。相手の見りゃなんとなく相手の方がいい動き。やば、外した。よーした。ちゃんと違うな。いや厳しいな。やばい。いや動きがいい。マジか。斧か。
いい感じ。やばい。やべ。やばい、やばい、やばい。いやー。よけ。いやー。よし。やばい。いやー。やべえな。よしよし、2ラウンド。まだかまだかまだか、3ラウンド。え、なにこれ。なにこれ。あれ。あ、これが、俺の歴史か。あ、 あなたはつい、すべて思い出したのですね。ならばもうわかりますね。ヘネムスの答えに何を入れるべきか。え？え？バーク。そして最後は、ヘルムスの答えを四国寺の中心で起動するだけ。ヘルムスの答え。なんか適当に選んだけど、大丈夫。全然分かってないっていう、まさかな。これミスター終わりかな。適当に選んだけどな、組み合わせでってことか、セットで。ヘルムスの答えの効果を黒人人として未知の混沌たる力が徐々に血を縛り、生き物それぞれに異なる影響をもたらした。化け物に変わった人間もいたが、奇跡的に人間に戻った化け物もいた。しかし変異者は想像を絶するおぞましい姿になり果てた。錬金術は精妙な技であり、複雑な使い方をすべきではない。ごくわずかな手違いが連鎖的に達成の結果を引き起こすこと。おお、ありがとう。もっと最後まで思い出していれば、こんな結末にはならなかったかもしれない。はぁ。これは真実ですか？いいえ。いいでよかった。はい、のがあった。なんか、どうなんだ、レベル上げるか。何上げるの？実力。これが記憶の海。ああ、なんかいろいろ。なんかいろいろできるっていう感じかな。どうなる？じゃあまあ。ちょ、なんか。戻って、いろいろ見てたら、サブクエストはまだまだ。それを少しずつ消化していくかという感じで。強くない？移動が。やば。で終えてきた。ちょっと距離を取って、これやな。いや、長い。何これ。
ミスやーべ、いやーここやな。いやーここここやな、横移動がいいな。これや、パリできんからな俺は。やべ、やべやべ、今のやばい、やばい、なになになにこれ、やべ、いやーなかなか入らない。ダッシュが全てを失ったことし、一から気づき直す。あ、これ嫌なのか。あー、いや、いや、なにこれ、むちゃくちゃむちゃくちゃ、勢いありすぎやん。相手の動きはすごい。やば。やばい。今のか、
体勢立て直して。向きは違う。いや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 、クエストがいっぱいあるんで順番にやっていこうかなっていうふうに思います。じゃあ今回はこの辺でありがとうございました。お疲れ様でした。